はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。動画アクセスくださいましてありがとうございます。ぜひ最後までご覧ください。はい、提督、はい、なんか前にもこんなような光景を見たことがあるような気がするんですが、そうだね、はいはい、まあね、ここにね出しておきますけれども、はい、まあ、電動工具を買ったわけですよ、はい、また、はい、今度何買ったんですか。前回丸ノコね、はい、いや結構ねご指摘をいっぱいいただきまして、そりゃそうですよ、うん、丸ノコはそう使うもんじゃないと、はい、叱られまして、はい、枝を切るならチェーンソーを使えと、そうですね、いうことで、チェーンソーを買いましたまあ必要なのでね。そうですね、はい、と言ってもなんか本格的なのの前に、はい、ちょっとその小型のものはね、試してみようと、そうですね、思いまして、はい、まあ、Amazon のあまたある、はい、電動工具というかチェーンソーの中から1個選んで買ってみました、はい、これがこちらでございます。今用意します、はい、こちらです。はい、はい、これね、じゃあ、はい、中身ね、はい、いくよ、はい、じゃじゃん、はい、こんな感じに入ってる、ね、こちらが大寺屋さんで扱っている充電式のチェーンソー、はい、モデル名は OTYCS2301、はい、Amazon で12,000円、はい、本体と、バッテリー2つと充電器と工具と、替えのチェーンもついてるっていう、うん、はい、まあ、豪華パターンのね、はい、盛りだくさん盛りだくさん、あと、安全のためのヘルメットで買いました、はい、手袋は前持ってたからね。そうですね。でいくつかっていうか、もうなんていうのかな、Amazon で見ると8000円ぐらいからあるんですよ、はい、そのこの小型のチェーンソーっていうのが、はい、あ、そうなんですね、うん、で、まあ、工具自体はもうマキタで行くって決めてたんだけど、はい、まあ、ちょっとこうひょいと買ってみるにはお高い。あ、そうですね、お高い、はい、あとプラス、他にマキタ その充電式のね、バッテリー式のものを持っていないので、はい、要はバッテリーもない状態、ね、現在なので、はい、まあ、ちょっとバッテリー付きであるかなっていうので、はい、まずこれを選んだのが1つ目。2つ目の理由が、はい、電動チェーンソーいろいろと調べていて、はい、このチェーンソーってこうチェーンがこう回るでしょ。回りますね、うん、でこれ針が結構重要みたいで、はい、そのチェーンが張ってるかどうか、はい、でそれをその小型のやつの場合だと結構ねこうレンチで工具で回して長さを調整して張り具合をっていうのが多い、はい、めんどくさいじゃんそうですね、なので、ノブ式、はい、ロックでノブでロックを緩めてっていうタイプにしたかったと。でもう一つはどうやらチェーンソーって、まあ、これも知らなかったんだけど、はい、オイルを散布しなきゃいけない。あ、でオイル壺みたいなのが本体にあるやつがきっと便利だろうと思ったんだけど、はい、そうそう毎日使うわけでもないの で、 そうです、ね、洗うってこと、洗うっていうか何ていうの、保管ってことを考えると、まあ、散布式、はい、こう歯にちょっとずつつけるっていいらしいんだけどね。あ、はい、そのタイプで、まあ、いいかなと。なのでこれを選んだ理由が3つ、はい、1つがお値段で、2つ目がフルセット、はい、バッテリーがついてること、で3つ目がチェーンの張りを出す、この名前なんていうか知らないんだけど、はい、なんとかっていうこれね、はい、これの、調整が、まあ、簡単にできそうなタイプ、はい、ってことです、はい、で一応バッテリーはもう一回もうこれ開封して、はい、もう充電、満充電してあるので2つついてるんで、これすごいでしょ、すごい、うん、でもう満充電してるので、あとはもうつけてギャンってやれば行くというところで、はい、こちらをご覧ください。はい、リンゴ農家さんから、まあ、ちょっと細めなんだけども、はい、もらってきました。そうですね、薪になる材料の木ですね。木ですね。こいつをちょっとまあ切って試し切りして、はい、まあ、チェーンソーってどんなものなのかっていうのをまあ体験しようと、はい、人生初チェーンソーをやってみようと思うわけですよ、はいはい、ではこれ組み立てますね。はい、じゃん、はい、はい、はい、ということでバッテリーを装着してヘルメットかぶってメガネして手袋してチェーンソー、はい、じゃあ電気入れてみます。はい、
お、来た。お。来た。お。はい。じゃあ行くね。じゃあここ行きます。はい。よ。やっぱりあれかな、小さいとはいえ、はい、結構こう何ていうの、その危ないっていう、こうキックバックじゃないけど、はい、反動が結構くるからしっかり押さえてないとダメだね。あ、分かりました、うん、だから何かこうしっかり押さえられる方法を見つけた方がより安全感は、より安全ですね、うん、ここではい、はい、いきます。はい。止まった。止まった。多分あれだな、キクズですか。スイッチ、うん、スイッチの押しが。あ、俺の手の大きさと、はい、スイッチのスイッチをこう押し続けるっていうのが結構難しいと思う。節のとこで硬いから止まるんじゃないですか。節の、そう、それはあるかな。はい。おお。まあとりあえず、はい、できた。できた。素人なりにはすごい。初めてのチェーンソー OK。はい。はい、ということでこちらの小型バッテリー式のチェーンソー。はい。まあ結構使えるかな、もしかしたら。でもわかんない。素人のインプレッションなんてそんなもんでしょ。小型のねバッテリーがこれで何分ぐらい作動するのかっていうのはまあ分かんないので、はい、まあ、ちょっとコメント欄とか使って結果発表はしたいなというふうに思います、はいはい、安全のヘルメットもね、はい、メガネもね、いいですよ、手袋も色揃ってて、色揃っててオレンジでね、はいはい、ということで大寺屋さんの、電動チェーンソー、 なかなかいいと思います、まあ、これから取得していこうと、はい、番組は以上でございます、はい、面白かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録を。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうやるか。いやー。楽しそうです。楽しそうだ。